でもなぜ現実で起こっちゃうんでしょう。いやー、謎は深まるばかりですね。笑顔で言ってんじゃねえよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれか、前回合成かなんかが終わったんやっけ。確か。で、次は銚子堂へ行こう。銚子堂で、銚子堂で何するんだ？なんか、妖怪落ち壊れとったっけ？バージョンアップ？なんかしに来いって言われとったんやっけ？おー、ごめんなさい。まあ、とりあえず銚子堂へ向かいますか。まあ、前回何をしたか、その合成したかっていう、合成したっていうことは覚えとんやけど、話の流れ的にはあんま覚えてないよな。てか多分大筋のストーリーの合間にいろんなことやりよるけんさ、全く本編が入ってこない。はい、とりあえず来ました。銚子堂。お、来なすったな。そんじゃあ改めて。あ、後でもう一回来いみたいな言われとったんやっけ。ようこそ銚子堂へ。では早速、ウォッチの強化を始めるぞ。お願いします。強化か。これで新しいその扉みたいなのに開けるようになるってことよね。レベルアップで。と言いたいところだが、その前に一つお前に頼みがある。え、何？え、頼み？実はすごい漢方を切らしててよ。近頃は年のせいか、仕事前にあれを飲まんとどうも調子が出ないのよ。悪いが、わしの代わりに漢方屋へ行ってもらってきてくんねえか？すごい漢方って普通に持ってなかったっけ？愛菜ちゃん、行きましょう。いいですよ。その漢方屋さんはどこにあるんですか？漢方屋さんに行かんといかんのかな。おう、だんだん坂にある名神漢方って店だ。頼んだぜ。はい、わかりました。すごーい漢方。一応見とこ、一応。違う、妖怪メダルじゃなくて。持ち物。漢方、この辺よね。あ、なかった。なかったわ。さすがにそれはないんか。苦い漢方とまずい漢方。何と合成できるんやろ、めっちゃ気になるんやけど。だんだん坂ってことはここよね。あ、あったあった。近いっすね。漢方屋、名神堂。あー、ごめんね。ここやんね。名神漢方か。どうも。また怪しげな。いらっしゃい。子供のお客さんとは珍しいね。銚子堂のおじさん頼まれてきたんですけど。銚子堂の？ああ、なるほど。あのじいさんにお使いを頼まれたのか。じゃあ、いつものやつを渡しておくよ。おっと、お代のことは気にしないでくれ。またじいさんが来た時にもらっとくから。了解です。こんな遠くまで来る元気はあるんか。まあ普通に出かけはするか。すごい漢方を手に入れた。うわ、なんかすごそう。キラキラしとる。ありがとうございます。やりましたね。これで銚子堂の天使もウォッチの強化をしてくれるはずです。銚子堂へ急ぎましょう。了解。瞬間移動してくれるんかと思ったのに違うんか。漢方はいらんか？ちょっと見てみよう。2つしかない。しかも圧倒的にお金が足りねえ。さあ、向かいますか。あ、じゃあそこ入れんのかと思ったけど、とりあえずボタンタップすれば入れるんやね。普通に。あ、そしてなんかそんなに遠くないな。マップで見たら遠く感じるんよね。はい、取ってきたよ。お、待ってたぜ。この漢方でいいんですよね。すごい漢方を手渡した。これ。本当によく効くんだ、これが。ありがとよ。でもなんか体の中に入れていいような色じゃなかったけどな。では、早速ウォッチの強化を始めていただけますか？まあ、食べる金粉とかもあるぐらいやけん大丈夫か。え、なにまだ何か？まあ、それなんだが、ついでにもう一つ頼まれてくれんか？どんだけだよ。おや、まだ何か問題でも？実は大事な商売道具のねじ回しをある場所に置き忘れてきちまった。そんな大事なもの、普通忘れませんって。一体どこに忘れてきたんですか？ほんとよ、ちゃんとしてくれる？すまねえ。お使い横丁にある古道具屋で、メッケモンってとこなんだが。メッケモンいいね。あの店の店主、夜しか店を開けん変わりもんでよ。夜はこの銚子堂が忙しいもんで、わしではなかなか取りに行けんのよ。夜忙しいんや、銚子堂。失礼やけど。はて、困りましたね。代わりに我々が行ってあげたいところですが。何、行けないの？ダメよ。そんな時間外に出られないわ。あ、そういうことね。あ、ここで、バクの登場じゃないの？ですよね。何かいい手があったような気がするのですが。バク。それだったらわしの出番だな。お、バク？おう、バクと友達だったのか。だったら話は早い。ああ、夜でも眠くならないように、わしがお前に眠気を吸い取ってやる。そういうこと？化けるんじゃなくて？でも夜遅くに出かけたのがママに見つかったら。おっと、そいつなら心配だね。ああ、夜に部屋から抜け出すときは、わしがお前に化けて親の目をごまかす。というわけよ。これなら夜でも安心して出歩けるだろう。うん、バクってすごいんだね。なんかあれやんね。1もそうやし、2、これは2やったかな？うん、2やね。なんか、なんていうんやろ、細かい話は違いど、流れは一緒なんやね。それでは早速、お家に帰ってバクに活躍してもらいましょう。了解。早速お家に帰って早くね。時間的にまだ夕飯前じゃないの？めっちゃ寝る気やん、夜に備えて。でもきっちり寝る時間ぐらいからにした方がいいんじゃない？バクね、寝てもらっとるだけの方が、いろいろとボロが出なくて済むような気がするんだけど。あれだな、ひもじいはずっとコンビニの前にいるんだな。まあその方があれか、いつでも食べ物も食べられるし。人間じゃないけんまあ、見えんもんね。適当に食べれるやろ。とかしよったらまあコンビニ側の在庫があって話になるけど。まあ。あ、待って、ケイタの家に行きよった。そう、自宅の位置が違うんすよね、微妙に。はい、到着。はい、ただいまー。ってことで、2階へ。もう寝るの？早いって。そろそろ寝ようかな。めっちゃ寝るつもり、朝まで。いや、まあ起きるけど。でもじゃあ晩ご飯の時間はバクが食べたってこと？お腹空いてない？では、お前に眠気をいただくぞ。バクー。眠気いただかんでも十分寝たと思うよ。あれ？さっきまですごく眠かったのに全然眠くない。マジですごく眠かったの。普段どんだけロングスリーパーなんだ。うま。後のことはわしに任せておけ。いや、こうやって寝てくれとるだけの方がいいって。早っ。うわぁ、自分が寝ているところを見るのってなんか変な感じ。幽体離脱。よかったですね、アイナちゃん。これで夜も自由に行動ができますね。これで行動時間が。バクのおかげで夜も行動できるようになった。よし。さあ、ご両親に見つからないようにそーっと出かけましょう。よし。お使い横丁のメッケモンへ行こう。変な感じだな。自分に化けたバクが気持ちよさそうに眠っている。そして両親。隣の部屋っていうのがな。しかも、夏やけんって、戸を開けっぱなしで寝よるし。雨降ってる。最悪やん。あ。ねえ、そこの君。何？不審者？しばらくの間この箱を預かってくれないかい？何？怖いんですけど。赤い箱を手に入れた。そんなこと急に言われても、いつまで預かればいいんですか？さあ、どうだろうね。もう一度僕が取りに来るまでかな。怖い。それまでは絶対に、この箱を開けちゃダメだよ。いいかい？絶対だよ。じゃ、よろしくね。消えた。怖っ。大丈夫です。開けません。びっくりした。大人に見つかったら、連れ戻されるパターンなんかと思ったわ。そんなことあったら絶対無理やんね。いや、無理ではないか。今はみ出した？そんなきっちりせんでもさ、青信号の時渡ったんやけん。いや、まあそりゃはみ出さん方がいいのはわかるけど。あ、てかお使い横丁、これ初めて行けるようになったってことよね。前さ、なんかお使い横丁の方に関係する、これ出ていくやんけ。ここからか。なんかサブクエみたいなんなかった？なんかあったよね。そう、この桜餅フラワーロード？この本屋さんか。あ、本がなんか、あ、そう。あれよ。生き物係のやつ、あったよね。まあ多分夜やけ今無理か。習得空手講座が欲しいんやったっけな。サポートライフ7月号やったんやっけ。癒しの天使ちゃんはあったよね。そう、それが多分、桜町商店街フラワーロードか。あそこに行けば、本屋さんがあったはずなんよね。骨董屋。なんか骨董屋鍵のマークついてなかった？やっぱこの時間は飲食店とかが開いとんやね。こっち？めっちゃ裏道なんですけど、こんなところを夜に子供に通らせるなよ。くぐり抜けていこうと思ったのに無理やった。絡みぞ。勇者行くぜー。よしよし。さあ誰か起き上がれ。レベルアップ。マジ魚吉の蒔絵どこんでもあるんよな。お、あ、ここ出てすぐのとこなんや。なんかすげえ不気味。入れる？あの鍵のマークなんなんやろ？横かな？お、こんな時間にも。まあ、何時かは知らんけど。いらないものをついつい買っちゃう。そういうことってない？実はおじさんもやっちゃってね。使い道がなくって後悔してるとこさ。そうだ。子供の君ならきっと似合うし、これあげるよ。なになに？ラッコちゃんを手に入れた。何そのラッコちゃんみたいなやつ。かわいい。なんで買おうと思ったやろ。これクラスメイトじゃない？違ったわ、全然。これ言っちゃっていいのかどうかわかんないんだけどさ、この店にあるものって全部ガラクタだよな。骨董品だからさ、その手の人にとっては価値があるものない。どうも。ん？うちのガラクタに興味があるのか？自分でガラクタって言ってるよ。お前さん変わっとるの。あの、銚子堂のおじさんの。ん？銚子堂？ああ、時計屋のじいさんの忘れ物だな。やっと取りに来やがったか。あのじいさん、いつまでたっても取りに来やしねえから、こっちも困ってたのよ。これ、こいつがじいさんの忘れ物だ。もうなくすなよって言っといてくれ。匠のねじ回し。忘れんなよ。ありがとうございます。妖怪ウォッチと同じマークついとったね。これで今度こそウォッチ教育ができるはず。さあ、銚子堂へ行きましょう。でもさ、親、両親ともに寝とったけんさ、結構な時間やと思うんやけどな。なんかこう、ビビッとくるようなものないかな。くすねようとしてます？店員さん。ん？何？じゃーん。お、俺のメッケモン。なかなかやな。お前は？じゃじゃーん。いいねー。他にもある？じゃーん。お。繰り返し。くっそ。通せや。もうこっちからしか無理ってことね。まあいいんだけども。何？うわ、来たよ、2時間。なんか嫌な予感がする。もしかして。間違いありません。あれがやってきます。やめてくれよ、急に鬼時間に巻き込まれたって。ついさっきまでなんかお兄さん2人のさ、平和な会話聞きよったのに。助けてー。マジ嫌いなんやけど鬼時間。え、毎回じゃなくてランダムやったよね。出たー、鬼時間にゃ。怖い、お仕置きされちゃうにゃ。とにかく今は逃げましょう。でも逃げるってどこに？え扉があるんよね。とにかく逃げるんです。無理。え、待って、助けて。入れない。あ、ハテナがある。ねえ、ウィスパー、私たちどこに逃げているの？あのハテナが扉かな？結構近くない？え、出口出現。アイナちゃん、見つけました。ゴールはあそこです。あの襖をくぐれば、元の時間に戻ることができるはずです。襖やったんか。とにかく、今は走って走って、あそこまで逃げ切りましょう。うん、わかった。いや、待って、襖と、え、あのハテナは何？出口じゃないの？やめてよー。出口かと思って期待したのに、何これ？スタミナもかなんか？え、待って、あっち側おるんよな。やだ。入れねえ。マジか。え、待って、入れんのか。でもこの下あれなんよね。あ、ここ抜けれる。え、これ通れんのよね。待って。あいつが振り向く前に、え、何？あ、たどり着いた。このタイミングで、この鬼時間がやってくるのは必然ってことなんよね、多分。普段この後のやつからは多分鬼時間ランダムやと思うんやけど、最初の1回は必ず起こるチュートリアル的なやつよね。怖すぎる。ふぅ。なんこの鬼玉パワーって。鬼ガシャタイム。何鬼ガシャ？鬼玉パワーがないとできんとかじゃない？あ、大丈夫なんや。アイテムが出るんかな？妖怪が欲しいんやけど。銅の小石を手に入れた。あざす。元の時間に戻れたようですね。はあ、びっくりした。相変わらず急に来るよね、鬼時間。鬼時間とは子供たちが見る悪夢。鬼は子供たちの心配事や恐怖心を象徴した幻だそうです。でもなぜ現実で起こっちゃうんでしょう。いやー、謎は深まるばかりですね。笑顔で言ってんじゃねえよ。鬼時間のヘルプが追加されました。いくらバクのおかげで夜に出歩くことができるようになっても、夜に子供たちだけで遊び回るのはやはり危険だということですね。何にせよ、これからは鬼時間の発生には気をつけなければいけませんね。やだー。うん、そうね。で、あれか、調子堂に向かえばいいんか。はあ、やっと使える。ん、さっきまで後ろにおらんかったお兄さんが。結構人がおるけんさ、絶対そんなに深い時間ではないと思うよね。早く寝るタイプの両親なんかな。あ、待って、通り過ぎたね。熊の家と同じ通りなんか。でも早くてもさ、10時ぐらいじゃない、寝るの。それより前って、おじいちゃんおばあちゃんやん。おう、それこそまさにわしが愛用しとってねじ回しじゃ。いやー、よく持ってきてくれた。おかげで仕事がはかどるってもんよ。さ、こっちに渡してくれ。どうぞ。匠のねじ回しを歌い渡した。よし、妖怪ウォッチの改造を始めるぞ。ちょっと待ってな。これでランクアップですか？でも大丈夫かな？一番大切な道具をどっかに忘れてきちゃうような人だし。まあね。また何か思い出されたら面倒です。ここはお口にチャックですって。頼み事がまた増える。なんか言ったか？いいえ、何も。なんでもないです。そんなすぐ治るもんな。よし、できたぞ。これで終わって強化は完了だ。治るっていうか強化か。時計愛。あざす。これでもっと強い妖怪を見ることができるはずだ。あとはお前次第。せいぜいうまく使うことだな。おじさん、ありがとうございます。妖怪ウォッチのランクが D ランクになった。そう、ふみちゃんの妖怪ウォッチかわいいんよね。これでもっと強い妖怪とお友達になることができますね。妖怪ウォッチの性能を表すもの。それがウォッチランクです。妖怪ウォッチをランクアップ。ウォッチロックの封印を解け。新たなランクの妖怪キャッチ。ウォッチランクがアップすると強い妖怪と出会うことができたり、ウォッチロックという封印された扉を開けることができます。調子の天使の頼み事を受けば、妖怪ウォッチを強化してもらえます。ウォッチランクが上がれば、見える世界も広がっていくでしょう。お、桜第一小学校へ。あれか、ガシャドクロのやつか。